毎度、徹子です。韓国政府が行政力を動員して Google コンテンツ5万4000件を削除していることが判明しました。これは米国や日本、他の主要先進国を大きく上回る件数ということで話題になっています。ニュースの詳細。昨年、韓国政府が Google に削除を要請したコンテンツの数が米国より 5.7 倍、日本よりは50倍以上多いことが集計の結果分かった。行政機関による私的救済制度が発達したという韓国の特殊性を考慮しても、表現の自由を制限する法令が外国に比べて広範囲で曖昧に適用される面が大きいという分析が出ている。9日、 Google の2020年国別透明性報告書を分析した結果、韓国は昨年1年間政府が Google に対して計5万4330件のコンテンツを削除してほしいと要請したことが集計の結果分かった。米国の9482件や日本の1070件を大きく上回る数値だ。これらは Google 検索や YouTube、ブログなどに掲載されたコンテンツだ。インターネット政策関連非営利社団法人であるオープンネットのソン・ジウォン弁護士は、行政機関がインターネット情報に対して削除や修正要求をできること自体に違憲の余地が多く、国連の修正勧告を受けてきたとし、範囲が広すぎて包括的であるため政府判断によって乱用される可能性が高いと述べた。政府が Google に削除を要請したコンテンツを項目別に見ると、個人情報保護・セキュリティのための削除要請が 43.5% で最も多く、規制関連 39.2%、 選挙法違反 4.6%、 名誉毀損 2.5%、わいせつ・過度な露出 2.3% の順だったとのことです。あかん。韓国政府が Google にコンテンツの削除を要請した回数は全部で2397回です。これは主要先進国と比べて最小で3倍、最大で12倍まで差が広がってしまうという規模です。個別要請に含まれているコンテンツでカウントすると件数はさらに増えます。韓国政府が Google に削除を要請したコンテンツの件数は2020年の1年間だけで5万4330件もあったんです。主要先進国はどうなっているのかというと、米国9482件、日本1070件、ドイツ1941件、英国829件、フランス5475件となっています。韓国の削除件数が圧倒的に多いことは歴然です。どんな事例を削除要請しているのかというと、放送通信審議委員会は不法売買を助長すると判断したブログ6件を削除するよう要請したり、 5.18 民主化運動に関する北朝鮮軍介入説など、偽ニュースをリフ中の YouTube の映像100件について削除を要請したりしています。韓国女性人権振興院はデジタル犯罪被害者の同意を得ていない露骨な画像545件を削除するよう要請したり、中央選挙管理委員会は公職選挙法に違反した39件の名誉毀損性ブログの書き込み50件の削除を要請しています。犯罪被害者を保護する観点からも削除する必要がある要請もあるんだけど、偽ニュースのルフや公職選挙法違反などでコンテンツ削除要請をするのは微妙なんじゃないかなって思います。というか、そういうことにいちいち反応していると全てのコンテンツをチェックする必要が出てきます。明確な削除基準を決めずに一部のコンテンツだけを削除するという行為は権力側の恣意的な意図で削除していると考えられます。ムン・ジェイン政権は都合の悪いことを隠そうとするので、不利な情報はバンバン削除しているんじゃないかなって思います。ほんで、韓国だけが突出してコンテンツ削除要請していることについて、韓国は他国に比べて行政機関を通じた私的救済関連制度が発達しているからと見ています。どうやら情報通信網法第44条2に規定する臨時措置というのが活躍しているみたいです。臨時措置が適用されると、自分の権利が侵害されたと主張する人がいれば当該掲示文を30日間無条件に遮断するようになっています。オープンネットのソン・ジウォン弁護士によると、臨時措置として年間45万件、
1日平均1250件を超えるネット上の書き込みが削除されるが、ほとんどが公的人物や企業代表によるものだと説明しています。建国大学メディアコミュニケーション学科のファン・ヨンソク教授も、臨時措置は事実上削除機能と同じだが、政治家や企業に対する批判や合理的問題提起さえ過度に遮断するという問題が発生していると語っています。どうやら韓国では訴訟を通じた被害救済よりも国家を通じた被害救済の方が多いみたいです。国家権力を上手に使って不都合な情報を削除できるってムン・ジェイン政権にとっては最高の環境ですね。こちらが韓国の反応です。だから大韓共産主義と呼ばれる、間もなく中国共産主義をしのぐことになるだろう。大統領が一般市民を訴えるという行為に納得できました。独裁打破を旗印に政権を取った人間たちは、自分たちが政権を握ってから言論統制をする、これがムン・ジェイン政権の実態です。ムン・ジェインには隠さなければいけないことが多いようだ。やはりキム・ジョンウンみたいな統制社会を目指しているのか。ムン・ジェインが言論を操作していたということだ。パク・クネ政権の時代には激しく反対していたが、大統領になってから本人がやっている。本当にこの政府はろくなことをしない。表現の自由を叫んでいた人はどこに行ったのですか。今しに言論統制および個人の表現の自由を制御するという感じが強くなっている。それだけ隠したいことが多いんだよ。国民の目や口、耳など全て塞ぐつもりのようだ。 Google がこれくらい削除しているということは、他のサイトはどうなのだろうか。投稿する人は何も考えずにアップします。そして弁護士を使うにはお金がたくさんかかります。問題のあるコンテンツを消してくれというのは悪いことなのですか。中国と違うことがない。これが独裁国家なのか。現政権は表現の自由を叫んだのに、自分たちが政権を取ると前政権よりも言論統制している。表現の自由と言論の自由を踏みにじっている。民主党やムン・ジェイン大統領の批判をすれば無条件に削除されてしまう。本当に怖い政府だ。気に入らないものは全て削除してしまう。言論弾圧が最高水準だ。彼らは政権に不利なことは最小限に抑え、有利なことは心象膨大にしてきた。世論操作による支持率の上昇が政権維持や選挙に役立つと考えたのだ。これまで経験したことのない独裁政権だ。以上が国民の反応です。悪質な内容で被害を受ける人は多いと思います。でも削除要請の基準を明確にしていない韓国は、恣意的に運用している可能性が高いので、きっちりと削除基準を決めて運用してほしいですね。最後まで見てくれてありがとうございます。